皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は超踊るメイドインワリオのファミ通紹介をしていきたいと思います。ジョイコンを使って全身でアクションです。遊べるプチゲームの数は200種類以上です。本作には200種類以上の新作プチゲームが収録されています。前作とは異なる全身を使った操作でこれらのプチゲームを攻略していきます。プチゲームはジョイコンを使った直感的な操作でプレイできる分、普段ゲームを遊ばない人やアクションゲームが苦手な人でもチャレンジしやすいです。協力&対戦プレイも楽しめるので、みんなで遊ぶ作品として大活躍します。2人で協力プレイ。本作はジョイコンが2組あれば2人で協力したり交代しながら遊ぶことも可能です。2人が異なる指令を受けることもあるため、自分の役目を瞬時に理解して相方と息を合わせましょう。プチゲームを一緒にプレイします。最大4人で対戦プレイも楽しめてしまいます。2人以上で対戦を行うパーティーモードも収録しています。このモードはジョイコン1本を片手に持ってプレイをするため、2組のジョイコンで最大4人まで遊べます。プチゲームで勝敗を競うシンプルなルールの他に、はちゃめちゃなスゴロクをしながら専用のプチゲームで対戦するギャラクシースゴロクなど、ワリオ流の遊びも複数用意しています。おバカでユニークなゲームの数々で盛り上がれます。スゴロクと専用のプチゲームが楽しめるギャラクシースゴロクは、通常のプチゲームとは異なる遊びが堪能できます。ジョイコンを使った操作で遊びやすい本作は、プチゲームの指令も入れろや揺れろなどシンプルなものが多いです。子供からお年寄りまで家族全員で楽しめる内容になっています。指定された構えとゲームからの指令をヒントに、正解の動きをいち早く見つけ出しましょう。というわけで今回はこの辺で、超踊るメイドインワリオのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。